こんばんは、田上俊一です。今日の熊本市政だよりテレビ版では、食品保健課から食中毒予防についてお伝えします。これからの時期は運動会、行楽など家庭でお弁当を作る機会やバーベキューをする機会が多くなります。ポイントを抑えて食中毒の発生を防ぎましょう。食中毒予防の3原則は、食中毒を起こす細菌をつけない、増やさない、やっつけるです。これら3つを実践し、食中毒予防に努めることが大切です。調理を始める前は薬用石鹸で手をよく洗いましょう。まな板や包丁などは洗剤でよく洗い、熱湯や塩素系漂白剤で殺菌しましょう。調理器具は肉用、野菜用など区別して使うことも大切です。お弁当を作るときは、調理は当日に行い、冷ましてから詰めましょう。食品の中心まで十分加熱することが大切で、盛り付けをする前も薬用石鹸で手をよく洗いましょう。また車内など高温になる場所や常温に長時間放置せず、クーラーボックスなどを利用して保冷してください。バーベキューでは生肉専用の箸やトングを用意し、食べる時の箸と区別しましょう。肉は中心部まで十分に加熱してください。熊本地震から1年余り、私たちの記憶を風化させず後世に残していくために、熊本市では熊本地震記録誌「再起へ」を発刊しました。震災からの1年を振り返って、当時のさまざまな記録や体験談、写真を掲載しています。値段は1冊500円で、熊本市役所地下1階の売店で販売中です。郵送販売を希望する場合は、情報公開窓口までお問い合わせください。熊本市政だよりテレビ版、次回の放送は26日金曜日です。ぜひご覧ください。